はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパケーヌです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はねちょっと長くなっちゃうんで、ちょっとカンペチラチラ見ながらやりますね。このご時世でご自宅でゲームやりまくってる方も結構いるんじゃないかなって思うんですよね。ゲームと言いますとね、 DMM が配信している文豪とアルケミストっていうのをご存知ですかね。この4月からアニメ化もされたようでね、結構人気があるゲームみたいですよね。荒廃した世界に、かつて存在したこの文豪をね転生させて敵と戦わせるっていう、そういう内容のものらしいんですよね。まあ基本的にはカンコレ、艦隊コレクションとかね、それから刀剣乱舞とかね、あそこら辺と同じような感じですね。というか基本的なプログラムは多分一緒だと思います。まあ要はね、キャラクター集めてそれ強化して敵と戦わせるとかって、そういう風なゲームなのかな。僕もね少しだけやったこともあるんですよ。谷崎潤一郎が欲しいなとかと思いましてね。というのもね、リアル谷崎の変態ぶりが大好きでね、結局谷崎を手に入れる前にやめちゃったんですけどね。でキャラクター何人か集めたんですけど、その中にねパツキンでねバットを抱えた兄ちゃんが出てきたんですよ。それが誰だったかというと正岡子規だったんですよね。正岡子規っていうと、こっち向いたね、こっちどっちだ、坊主頭の肖像写真が有名ですよね。だけどまあ考えてみたらね、彼もずっと坊主頭だったわけじゃないでしょうからね。まあ別にまあそうかとかって思ったんですけどね。それで彼がね、俳句歌いながらね、拳銃パパパンとかって打ってるの見るとちょっと笑っちゃいましたけどね。ちなみにバットに関してなんですけど、彼はね、日本に野球が入ってきた最初期にプレーしてたっていう、そういうふうなことがあるらしいんですよ。野球大好きだったみたいでね。だからいくつかの野球用語の翻訳なんかも案として彼出してたみたいですよね。で発表した文章なんかにも折に触れてね、野球について語っていたそうで、だからこういう野球のね普及っていう風な点で功績があったっていうことで、2002年に野球殿堂入りもしてるそうですね。有名な話なのかな、僕が知らなかっただけなのかな。それでそろそろ本題に入っていこうと思うんですけどね、この正岡子規は20代の前半に房総を旅して寄稿文を残してるそうなんですよ。まあその寄稿文自体僕読んだことないんですけどね。で中にはね随道も登場してるそうなんです。でちょっとね今検索かけてみたら、彼がね随道について読んだ句っていうのがいくつか出てきましたんで、とりあえずご紹介しますね。随道に後ろから吹く風涼しい、随道の遥かに人の影涼しい、随道の遥かに人の声涼しい。なんかねどれも同じようなものばかりだななんて言ったら怒られちゃうかな。まあでも怒られついでにね、もう一つ僕も俳句作っちゃいました。ということでご披露しますね。随道の彼方に人の声涼しい、随道の彼方に人の影壊し。これね皆さん経験あると思うんですけど、山の中で灰随道入ってね、もう誰もいないはずだと思ったら、こう前の方になんか人がいる、知らない人がいる。まあそういう時はすごい怖いですね。もう前に僕銃抱えた人に会ったことがありますよって、それ漁師さんだったんですけどね。山の中で知らない人に会うって怖いですよね。焦りますよね。でもきっと向こうも焦ってると思うんですけどね。それからまだありますよ。随道の上から滴る水涼しい、随道の床に溜まった水涼しい。これはね水没随道について読んだ句です。やっぱりこれも皆さん経験あると思いますけどね、長靴でジャブジャブ水没随道歩いてたら穴が開いて染みてきちゃった、あ涼しい冷たい、そういう感じのね情景を読んだ句です。あれでも季語がねえな、困ったな。まあ気にしない気にしない。ていうかパクリ、まあこれは本家取りっていうことでね。でも俳句も本家取りあんのか、ちょっとよくわかんないですけどね。脱線してしまいましたけどね、まあそろそろまた戻しまして、今回この正岡子規が歩いたと思われる随道を紹介します。素掘り随道なんですけどね、まあ遅くとも明治末には旧道落ちして地形図からも抹消されてしまったという完全な廃随道です。子規の記録によれば、内部は真っ暗、通り抜けるのは非常に怖かったっていう、そういう風なものだったそうです。ちなみにね現在は閉塞していて、当時よりさらに怖い随道になっています。今回お見せするのは2018年に撮影して今まで出しそびれていた動画と静止画です。まずは道中の静止画からスタートします。ではどうぞ。ここは鴨川市山津の山の中です。
南房総の千倉や和田、そして現在の鴨川市街などを抜けて勝浦方面に向かってきた場所になります。ご覧の通り道は非常にいい状態で残っています。実は今回の隧道、崩落により両方の高校が完全に埋まってしまっていたのですが、この時からさらに遡ること4年前、前を歩いているイカれたおっさんたちが掘り起こそうとしたそうなんですよ。で、なんとか高校のてっぺんを掘り出しては見たのですが、そこで満足して、というか力尽きて帰ってきたそうです。ということでこの時はその続きのつもりだったんですよね。おっさんたちが一斉に沢の対岸に注目しています。何があるかと言いますと、石組みの橋台です。これはかなり大きくて、王子は立派な橋、おそらく吊り橋がかかっていたと思われます。沢はほぼ枯れ沢になっているので、渡るのは容易なのですが、おっさんにはここから登るのが大変です。橋台の上から来た方を見ています。対岸というか来た道の側の橋台は残念ながらあまり痕跡を残していません。橋から先の道はつづらで一気に高度を上げていきます。ですがここまで来るとさすがにこの先を普通に登りきるのは大変ですよね。となると隧道を掘るしかありません。目的地に到着です。土木作業めんどくせえなとか思っていると先に行った人たちが喜んでいます。なんとギリギリ掘り出しただけの高校が人が通れるぐらいまで広がっているとのことです。こんな具合で中に入っていきます。ここからは2ヶ月ほど後に再び訪問した時に撮影した動画です。とりあえず高校の前に立って付近を一通りキョロキョロしてみます。さっきまでの写真に写っていなかったヘルメットのおっさんがいますね。二人で交代で内部に入って撮影しました。これですよ、もう。こうなっていると何か災害があったらすぐに土砂が上から崩れてきちゃいますよね。さて、中に入ります。いや、これね、下向きに開いている穴って、でこういう閉塞しかかったものは基本的にこうなっているんですけど、でもまあ入るのに勇気がいりますよね。まあもっともね、この時は2ヶ月前に一度潜っているんで、まあ中に入ることもできるし、自力で戻ることもできるって、まあそこまでね、確認済みだったのでね、躊躇せずに入っていますけどね。まあこの安心感は重要ですね。これがあるとないとでは大違いで、やっぱり本当に行かれた人ってのはね、こういうところも悩まず入ってっちゃうんですよね。まあ誰とは言いませんけど。で、あと体が入っちゃえば、あとはズザーってね、滑り落ちればいいだけで、まあ汚れさえ気にしなければ楽なもんです。二人で交代で入ったというのは、一応万が一の時も想定してのことです。高校が崩落して閉じ込められても、どちらか一人が外にいれば、助けを呼ぶことができますからね。ちなみに落盤して埋まってしまったら即死です。そういう場合埋まってしまった本人は諦めるしかないですよね。というか諦める暇もないでしょう。多分苦しまずに死ぬことができます。でもやはりもう一人が外にいれば一応助けを求めると言いますか、関係機関に通報したり、事情を説明したりと、速やかな事後処理ができるのでいいんじゃないかと思います。この隧道、昭和30年代頃までは通り抜けが可能だったという話もあるようです。山仕事の作業道として機能していたのかもしれませんね。さて、内部の保存状態は一部崩落はしているもののかなり良好だと思います。そしてご覧の通り結構大きいです。明治初期に掘削されたもののはずですが、さすがに幹線道路だったので断面が大きいです。荷車などの通行も考慮していたのかもしれませんね。もっともここまでの道が険しすぎます。そのこともこの隧道のルートの現役期間が短くなってしまった一因なのかもしれません。房総の古い素彫り隧道というと、断面が五角形の観音彫りがイメージされますが、ここは四角形です。五角形っぽく見えるところもあるのですが、崩落によって天井が欠けてそう見えるようになってしまったような気がします。実は明治のごく初期に掘られた隧道は、このように四角形の断面だったりもします。例えば南房総の旧和田町にある寺安トンネルの旧隧道。詳細は不明ですが、迅速速図に載っているので、遅くとも明治10年代には存在していたはずです。そこも断面はこのような長方形です。よかったら後でリンクを見てください。閉塞地点までまだもう少しあるのですが、話すネタが尽きてきました。
せっかくなので内部動画はノーカットで見ていただきたいので、そろそろ一旦黙りますね。後で反対側の模様も登場しますので、そこまで一休みさせていただきます。もっとも余計なナレーションなんかいらねえという方もいるかもしれませんので、そういう方にとっては朗報かもしれません。それではごゆっくりご覧くださいませ。さて、また別の日なのですが、今度は閉塞している東側の高校に向かいます。ここは道がありません。そもそももともと道はありませんでした。この沢を行けるところまで遡上して、あとは斜面をよじ登れば、随道に続く路盤に出られます。ということで、なんとか路盤によじ登ってきたところです。ここから杉の植林地化している廃道を少し進みますと、埋もれた高校が現れます。先ほどの東側と似た感じですね。こちらは誰も掘り起こそうとは思わなかったようです。人力で掘るのはかなり大変そうです。さて、先ほどどうして沢から無理やり路盤によじ登ったかと言いますと、実はもう一本閉塞した隧道があるからなんですね。つまりここの路盤は閉塞した隧道に挟まれて取り残された場所なんですよ。ここが勝浦側にある2本目の廃隧道です。ここはさっきより広く高校が開いています。これぐらいなら躊躇せずに突っ込めますね。こちらも内部は意外に広いです。まあそれはね、同時期にセットで掘られたはずの隧道ですからね。ただこちらの方が地質が悪いのか崩落が進んでいます。落盤で生き埋めになるとしたらこちらの隧道かもしれませんね。こちらも意外と長いです。少なくとも50メートル、ひょっとしたら100メートルぐらいはあるのかもしれません。ですがやはり最後には閉塞地点にたどり着きます。水が滴ってくるので、ひょっとしたらここをほんの少し突き破れば外に出られるのかもしれません。しかしこの先は多分民家の裏庭、というか裏の畑なんですよね。というわけでこちらの高校は外からの画像がありません。すいません。今回は以上になりますけど、いかがだったでしょうか。まあ、本来だったらね、取り直しに行きたいところなんですけどね、まあ昨今の状況でね、なかなかそうもいかないんでね、こんな不完全な形になっちゃったんですけど、でもなんかね、残念な動画になりそうな予感がプンプンするんですけど、まあ仕方がない。ということで、この動画、まあまあだなと思ったら、まああくまでまあまあね、まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらしょうがないね、これ。よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。